里村上波像、里村上波、里村上は大英五年慶長七年四月十四日は、戦国時代のレンガ史。里村姓は、後姓の古匠であり、本姓は、松井市とも言われる。号は、林光塞、宝守庵。奈良の生まれ、長男に、里村玄直、次男に、里村春中、娘婿に、里村小室、レンガを、 周括らに学び、周括らの死後、里村昭久につき、後里村家を継いだ。その後、奥下の三条西金枝をはじめ、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、三好長慶、細川雄斎、島津義久、最上義光など、多数の武将とも交流を持ち、天正十年、明智光秀が行った、あたご百院に参加したことは有名である。本能寺の変後には、 豊臣秀吉に疑われるも、難を逃れた。40歳の時、創業の死で、レンガ界の第一人者となるが、文禄4年の豊臣秀治事件に連座して、大見国音常時の前に窒挙させられた。レンガの円滑な信仰を文字レンガ論書、レンガ手法書を表したほか式目書、式目辞典、古典注釈書などの著作も多く、源氏物語の注釈書、上派書、 サ五郎も物語の注釈書、下紐などが現存している。この絵種家に、ここんでを受けた。門弟には、松永帝徳などがいる。上派は、豊臣秀吉が経営していた高野さんの菊用語と、信仰が深く、またもがみ光の連覇し人花道上派など、自習の層とも交流があり、後に里村家からは、宝永五年に、 自習の湯行商人を継承した湯行48代布告が出た。里村家は徳川宗家に仕え、幕府連賀師として連賀会を指導した。上派の子孫が里村本家と呼ばれ、娘婿の里村小室の子孫が里村南家と呼ばれた。着物や帯に使われる西陣式等の記事の名物列の一つで、里村昭和が所持していたことからこの名がついたと言われる。 今日、抜きともに、鏡年史を用いて、細かい横の杉谷文や山形文状の呪文を出し、幾何学模様の他に、花や空子が遊んでいる様子を文様化したものもある。ありがとうございます。